じゃあ次、小田さん。はい、トーナメント順位に応じて各チームに勝ち点4から1点が与えられ、全6回で最も高い勝ち点を獲得したチームにはラジオ冠レギュラー番組が与えられます。はい、すごい。本当ですか。チームのだってね、まあ、1ヶ月だけどチームの冠番組できるから。すごい、はい、関東系だと思うからね多分ね、はい、皆さんぜひラジオ、冠番組の、ね、レギュラー番組をかけた、大事な、ね、順位総合優勝のチームがね、ラジオでレギュラー番組ができますので、現在の順位を見ていきましょう。こちらです。さあ現在1位はチーム5、14ポイント、そして2位はチーム K12ポイント、3位はチーム A8ポイント、最下位はチーム K6ポイントとなっております。はい、残るは2試合ですよね。はい、残り2試合です。さあ試合始めていきたいと思います。両チームともにご準備よろしいでしょうか。はい、はい、それでは始めていきましょう。お願いします。よろしく。やばい、お願いします。チーム4対チーム A の試合です。波動ファイト、逃げて。さあまだ点数は取ってないですが、谷口さんから逃げてほしい。逃げて、まずはでも点数は取った方がいい。すごい、逃げて。いや点数を、さしかし取ってきたのはチーム A、 まず先制点、非常にうまいですね。さあシールドを貼って2人で隠れながら確実に3点のリード。今日勝つか負けるか、決勝に上がれるかでチーム A は。さあ秋の全国ジュニア大会優勝チーム VS AKB48 メンバーの試合です。お願いします。さあ始めていきましょう。ハドーファイト。皆さんジュニアの動きに注目。動きが上手。見てください、ゆいちゃんのこのシールド、はいはい、非常にセンターラインに近くアタッカーをね、相手の距離を詰めさせて、はい、ひたすら攻撃に向かわせるという作戦です。しかししっかりと AKB48 エキシビション選抜の皆さんもまずいって、さあシールドの外で避ける、避ける。さあ来週一番。じゃあ投票時間2分、ハドボール回収タイム始め。さあこの後決勝戦が残ってますからね。難しいからな。ダメですよ。現在点差は4点差。チーム4は4点をつけて勝たなければいけないのですが、先ほど全てのボールをゲットしてしまいました。ありがとうございます。さあ誰でしょうか。フィールドから持ってるでしょうという、ね、声が聞こえましたね。ほぼカツアゲです。みんなダメだよ、目つぶりなさい。 MC 席は見張っております。ダメだよ、みんな自分のチームのところ行った方がもらえるんじゃないかな。みんな多分自分のチームの人たちが持っててくれてるから、あの瓶と棒のところに行った方がいいと思うんだよね。あ、優しい、ありがとう。第1ゲーム、皆さん準備はよろしいでしょうか。はい、よろしく。それでは始めていきましょう。第1ゲームお願いします。チーム K 対チーム A の試合です。参りましょう。波動ファイト。さあ、あ、出ない。さあここで岡田さん、シールド貼った。さあシールド、貼って、攻撃的なポジション、その後ろに向井地さんが入る、2人でシールドに入るような形。さあしかしまだね、レベル3、なんでしっかりとシールドを使って先制点決めてきました。さらに追加点、クリティカルヒット4枚抜きです。危ない、危ない。オッケー、なるほどね。